さあ本日のお題はジャージはい好きだなジャージねえ師匠いろいろ持ってますよねうんはあジャージーは白っぽいのにオレンジのライン入ってるのとかあた緑もありますよね <laughs> あとは水色のねあのドラえもんチックにすぐなるやつもありますし紫もあるしああありますね、えー ジャージ好きだなぁ<ー>黒もあります<ー>、はい、今日は運動会がございましてジャージで頑張っているお父さんお母さんもいらっしゃるかもしれませんね,ね<ー>さあ今日はジャージということで皆さんが作品お寄せいただきましたどうもありがとうございますいい作品いっぱいあるんだよね,ねーですいませんがねやっぱりいいお家はねぶつかるもんでございますから代表で一面様させていただきますご勘弁くださいでは参りましょうじゃあじまずカジキゲタさんです ジャージとかけて「悩みのアドバイス」と解きますその心はワンポイントが効きますああ<ー>うまいねなるほどねえ目のつけどころがねいいよねワンポイントってうまいねえ目黒のさんまさん「うん、ジャージとかけて日本刀と解きます」「その心は」「いつでもどこでも切れます」うーんあー いいよな、ね、ず、うんけだなさん、昨日もメッセージね、りがとうございますどうもありがとうございますね、MBC ラジオ、本当に応援してくださって、ありがとうございます、ジャージとかけて、台風一過と解きます、その心は涼しくなると思ってきたけど、来た後も暑いです、あ<ー>あ、こいう作り方するわけ、<ー>なるほどね、なるほどね。 ジャージとかけて猫舌だからラーメンは時間たってから食べますと説きますその心は少し伸びても大丈夫ですあ<ー>あレベル高いよね面白いですね面白いね作り方がねさまざまなとこからこう攻めてくるねはい金谷ハマッチさんジャージとかけて今年の台風と説きますその心は体操服でしょう <laughs> うんなるほどね大将吹く<象>でしょう。 台風十八号ね、<な>動き気になりますけど、ね、新しい情報をご確認ください、ねはい。ええー、M. B. C. ラジオの方ではね、情報をね、多くお届けすることだと思いますので、はい、どうぞう、お聞きいただけたらと思います。ラジオネーム森さん、ジャージと掛けて、女の子の遊びと説きます。その心は。ゴムに足をかけたり、絞ったりします。ああ<ー>。なるほどね。ねうんうん、あのさ、昔のジャージさ、はい、あの、ゴムでさ。 足の裏ままでこうねねありましたよ、ねね、はい縛ってあるやつとかね、あとはこうかかとに引っ掛けるやつとかね。米沢さん、はい、あんた放送中にあ、女の子が足をこう上まで上げて、<laughs> 師匠が今言うから、また、あね。またが開くでしょ、ね、あんたは。とた鳥んジャッドさん、ジャージとかけて兄、弟や妹、姉と説きます。 その心は上下と同じカラーもありますが、えー、不揃いが結構際立つことあります、うん、はあなるほどねうん、うん えトレテンジャトさんの今日はご家族からあお父さんお一人のご紹介させていただきましたありがとうございますありがとうございますアリスちゃんのパパドンさんジャージとかけてよかにせと自負している私と時々竹丸師匠と説きますその心は着やすいですが木の誠意が一番です 木のせい、木のせいあの木の木せい、つまり自分が妖怪にせいと思ってるのは木のせいだって、あーなるほど。これね、アリシアのパパドンさんの優しさなんだけど、その、自分を自虐的に落としてるのと、うん、時々私、竹丸っていうところに、私はこのオチよりもね、この,そのアリシア。 ちゃんのパパドンさんのね気遣いがねなんかすごいなと思う気を使わせましたねすぐはらけるからですね誰がよ誰がはらけるかよこんな懐の広い男を捕まえて足湯大好きさん <laughs> じゃあ字とかけて友達との連絡と解きます。その心は。ラインが気になります。ああ。今風だね。そうですね。今風だよね。なるほどね。こういうのどうだろうか。10年前は作れんかったよ。そうですね。ないわけだもんね。ラインなんてね。なるほどね。ああでもいろんなねラインありますからね。あるね。ラインがあると足が長く見えるって知ってる。師匠のね今日ね本当に師匠の今日写真撮ったんです皆さん。 あの今フェイスブックページにアップしてあるんですけど朝ね撮ってみたら下から撮ってって言うんで撮ったらすごい足が長くねあれ足だけ2メートルあるな <laughs> すごいフォトマジック足のおいしさみたいだったあれねぜひご覧ください信号真知子さんジャージとかけて独裁者のいる国の民衆と説きますそのの心はは制服の下では 窮屈ですが、上にあっても邪魔になり、剥ぎ取られそうになります、ほら、中高の時さ、学生服の下にさ、ジャージ着たりしたじゃん。はい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 。ね、うん、結構あれ、こうなんかぱんぱんなるもんだから、窮屈に見えんだよね。でそれをその上からこう,う、学生服の上からジャージ着ても、ちょっとなんかこう、邪魔になったりというようなことを、な思い出したな、これ、ありがとうございます。えー、これ、ちょっと良かったね、もう一個ね、ご紹介するね、え足湯大好きさんね。 ジャージとかけてキカンタレと溶きます。その心は。体操ギョウユ。ああ<ー>。<laughs> これ鹿児島らしいなあとかね。そうですね。これ鹿児島じゃないと通じないですね。通じないから、ねね、いいよね。はい。いいよね。ギョウユ。そうギョウユっちうのがいいな。<ー>ブラックコーヒーさんジャージとかけてすっぴんのヨネちゃんと溶きます。その心は。飾らなくても素敵です。<laughs> ありがとうございます。 自でね何やった<え>今その取ろうとしたね私の何でねちょっとこれ何ちゃったブラックコーヒーさんありがとうございます本当に大好きです <laughs> 長靴を履いた白豚ちゃんジャージとかけて米ちゃんを落とそうと思っている男性と説きますあらその心は高値すぎて手が出せませんでした何この放送 <laughs> 松 <laughs> 山町の工事堂園さんジャージとかけて台風接近とときますその心は最近のは吸収性よく来ちゃいますねああ<ー>れも鹿児島弁ね,そうですね最近のは吸収性よく来ちゃいますねえ<ー>困っても本当に。稲ポンさん ジャージとかけて母ちゃんの新作料理と解きます、その心は。素材を生かして見た目もバッチリ決まって、ナイキなんだけれど、あと一つなんか足りない、それはアジす。<laughs> <laughs> 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 なるほど面白いなあ,ありす、えー、竹岡中学校の北野先生からでございますありがとうございますその中でハンペンジェットさんジャージとかけて龍馬伝の後の四国と説きますその心はコーチが来ていますああ<ー>もうねあの、うんまあ、スポーツのコーチはみんなジャージってイメージありますねうはいヨーさんです ジャージとかけて消えゆく昭和の言葉と説きますその心は社会の窓が見当たりませんなるほどね社会の窓って言ったよね <laughs> なんで社会の窓 <laughs> <ー>だったんだろう、うん、ど,どうしてなんですかあれなるほどな最近、はい、言わんの若い子たちは言わないみたいですよ伝わらない子もいるって聞きますから、ね、社会の窓ってわからん何<ー>ちゅうのチャック <laughs> ねえ米沢さんの口にチャックをしてもらいたいね サックスウートの井上さんのグループから、三代目、えー、金子ツイストさん、ジャージとかけて、古文と解きます。その心は。作業でどれを使うか悩みます。指しすそうね。はい,はいはいはい。はは、なるほどね。えー、巨人大好き、中三さん。今日はファクたね。どうもありがとうございます。ジャージとかけて、豊洲、市場、 豊洲市場移転の時期と解きますその心はどちらも税肉がたまった結果伸びてしまいますああ<ー>なるほど、ね、1三個ありがとう中三なのねえそうですよありがとう竹岡中の巨人大好き中三さん中三なのねえ1三なので <laughs> 字も綺麗だし <laughs> ねえおいちゃんびっくりしてるよありがとうビンタもよかねすきそらまめ旦那さんジャージとかけて遅れてきた授業参観とときますその心は最後に母が来ますああなるほどねそんなメッセージもいただいてますよあ<ー>あ<ー>なるほどはいゆうたろ郎のお父さんこないださ あっていうか昨日、うん、あの鹿児島空港でお会いしたのよあそうだったんですかうんあのほら、えー、指宿から鹿児島空港までねあのバスを運転していらっしゃってねへえ う嬉しかったもう何年ぶりだろうと思ってえー、えー、お父さんいつもありがとうございますねあの <laughs> なとけ本当ありがとうございますって言っていやいやいや本当嬉しかったなえー、ジャージとかけてスマートフォンを選んだ理由と説きますその心は LINE が入り機能性と水の安心で決めましたああ<ー>へえだろうこんないい作品お上手 <laughs> 前ファミリーパパさんジャージとかけてハウスクリーニングした部屋とときますその心は清掃したあと来てみたらものすごくリラックスできましたあお<ー> <laughs> 上手はあ、うますぎるわ皆さん風ちゃんいっとまてさんジャージとかけて嫁が実家へ里帰りとときますその心は思い切り手足を伸ばして心地よい時間です <laughs> 旦那さん側ですよね <laughs> いいですね旦那さんが作ってます <laughs> ね<ー>。ストックさんえー、ジャージとかけて気象予報士の方が好きなジャージメーカーは届きます、えー、その心はアディダスもいいけどやっぱりアメダスでしょう <laughs> 出ましたダジャレありがとうございますハガキでいつもくださるの私はアキさん ジャージとかな背伸びを優しく支えてくれますこのね「青春」っていう言葉がねうまいと思うキバットマンさん「うん、ジャージ」とかけて「デパ地下」と解きますその心は「良い素材ほどよく履けます」うんあいいな6年1組さんこの方は6年1組じゃないよね あそうです、ねうん、はいもう立派な大人でございます、ね、はい、はい、ジャージとかけて前の旦那と解きますその心は裏表があるので切る時注意しました <laughs> おおなるほどすごいなーすごいなはあ <laughs> <laughs> 師匠はっ いろいろね思ってるなと思って赤ワインさんジャージとかけて海外で勤務している保育士さんとときますその心はナイキ君プーマちゃん水野君アディダス君アシックス君が大好きですわけがわからん <laughs> えー、さあいい作品いっぱいございましたんですがね悩みに悩み抜いてですねこの方でございます伊予、はいえー、ナズン・毛ダさんの作品「ジャージ」とかけて台風一家届きますああその心は涼しくなると思ってきたけど来た後も暑いですということでございます、えー、北海道からりんご一箱ドーンと二十何個あるんじゃないかなどうでしどう、えー、続きますどうもおめでとうございましたそして米ちゃん賞はブラックコーヒーさんの作品です ジャージとかけましてすっぴんの米ちゃんとときますその心は飾らなくても素敵です <laughs> <laughs> よくあんた自分で選ぶね選びましたおめでとうございます師匠の手ぬぐいお送りいたしますはいおめでとうございましたさて、えー、今日本当にたくさんの作品が届きましたこと皆さんお一人お一人に、えー、御礼を申し上げますどうもおめでうありがとうございました来週ねごめんなさいね謎かけはお休みなんでございます、はい、なぜ明日はで、えー、来週はですねはですね11時50分までの放送なんです12時からは飛び出せラジオ in カレーフェストの放送あるため 謎かけお休みとといいうことですご了承ください、えー、ちなみに謎かけですねあの YouTube にアップしておりますのでまた番組ブログからご覧くださいどうも皆さん今日はありがとうございましたありがとうございました